こんにちは、ミスターポーです。よろしくお願いいたします。スポーツをテーマに独自の視点から勝手な解釈をしていく、こういうコンセプトでやらせていただいています。今回のお題は、ミュンヘンオリンピック事件。この事件、ちょっとねこれ日本人のマインドではこれかなりむずいと思いますね。でもですね、なぜそうなったのか、なぜこの事件が起きたのか、ここを探っていくことに意味がありますので、背景を理解してくださいということではないですのでご安心ください。それとこのミュンヘンオリンピック事件を振り返ることで、東京オリンピックがどうあるべきか、ここにねなんか着地できればいいかなと思っております。ネタとしてはむずいんですけど、着地の難易度としてはですね、C 難度ぐらいに抑えていきたいと思っております。でこのミュンヘンオリンピック事件っていうのは選手がテロリストに殺害されるというオリンピック史上後にも先にもこれ以上ない最悪の事件になったんですね。でこの事件そのものなんですが、 1,2 ヶ月前に池上彰さんの番組でも取り上げられていたんですけどね。で、あの池上さんですら間違った情報を口にしていたほど、これ複雑な背景があるわけなんですね。で、普通これテレビで間違ったことを言いますとね、番組の最後には訂正が入ったりしますけども、それすらなかったですからね。報道系の番組なんかでは漢字一つ間違っても訂正が入りますよね。でもちろんこれ池上さんだってこれ神様じゃないですから間違えることだってある、得意じゃない分野だってあるんですね。しかしですねこれ番組のこの制作スタッフが、これ池上さんの間違いに誰一人、気づかなかった、ここはいかがなものかと思ってるわけですね。でこの訂正されなかった部分っていうのはこの事件の重要なポイントになる部分だったということなので、これちょっと残念な感じはしますよね。でさらにこのミュンヘンオリンピック事件には、これ間接的に日本赤軍が関わっていたんですがね、ここにも触れていなかった、これ番組プロデューサーがですねネタ選びに失敗したんじゃないかというふうに考えています。バラエティ番組で扱うべきネタではなかったんじゃないかと考えておりますね。しかもこれ池上さんまで巻き込んじゃってるわけですからね、番組プロデューサーには反省していただきたいと思っておりますね。ではこのミュンヘンオリンピック事件一体どんな事件だったのか、ざっくり振り返っていきたいと思います。これ今から48年前ですね、1972年の9月、旧西ドイツで開催されたミュンヘンオリンピックで起きた事件なんですが、当時、この事件は、日本でも連日報道されてたんですけども、事件が起きてしばらくの間、これテロ事件と競技が同時並行で中継されていたんですね。ですから感覚的に大事だと捉える人は少なかった。で、見てますとね、テレビ見てますと目出し帽をかぶった犯人が映ってると思ったら画面が切り替わって、ハンドボールの日本対ドイツが中継されていたり、他の競技も中継されていたりしてたわけなんですね。で特にこのミュンヘン大会っていうのは日本人が、これ結構大活躍した大会でもあってね、結構盛り上がったんですよ。体操の加藤沢尾選手ですよね、これ金メダルを3つ取ったりですとか、水泳の田口選手がね、平泳ぎで100で金200で銅みたいな、で柔道も3つぐらい金メダルを取ってましたね。でバレーボールも金みたいなね、12個ぐらい金メダル取ったと思いますよ。であとアメリカのマーク・スピッツっていう選手がね、1人で金メダルを7個、世界新記録7個とか、とても盛り上がった大会でもあったんですね。で当時僕は小学校の5、6年だったと思うんですけども、何か起こってるみたいだけども競技の妨げにはならないんだろうな程度のに感じてましたね。で、ところがですね競技が中断されたんですね、途中で。
で、中断されてから、これはなんかこれ大変なことが起こってるぞというふうにこうなっていったわけなんですね。で、事件は何の前触れもなく突然起きました。1972年9月5日未明、ブラックセプテンバー、黒い9月を名乗る8人のパレスチナ武装ゲリラがイスラエルの選手村を襲撃した。宿舎の入り口近くにいたイスラエル人のレスリングコーチ、そしてウェイトリフティングの選手をいきなり射殺。その後9人のイスラエル人選手を人質に立てこもったわけなんです。で、犯行グループがなぜこれイスラエルの選手村を襲ったかといいますと、あの仲間のパレスチナ人234人がですね、テロをサポートしたとして、イスラエル側に、監視されていたんですね、234人。で、この234人全員の解放がこの犯行グループの要求、目的だったわけですね。で、これあまり知られていないんですが、234人の他にもう一人解放を求めてきた、人物がいる。それが日本赤軍メンバーの岡本公三なる人物なんですね。で、この時岡本公三という人物はイスラエル側で監視されていた、収監されていたわけなんですね。で、ちょっと余談になりますけども、この岡本公三が何者なのかということなんですよね。で、このミュンヘンオリンピック事件が起こる3ヶ月前、中東に拠点を移していた日本赤軍なんですけども、この日本赤軍が黒い9月と連携を取りましてね、イスラエルのテルアビブロット国際空港で銃乱射事件を起こした。無差別に100人を殺傷した。その実行犯の一人が岡本公三だったんです。で、この日本赤軍、当時は重信房子という人物をリーダーにしましてね、革命をかざしてたんですね。このマルクス・レーニン主義をベースにした社会主義革命、これを全世界で起こす、これを目的とした、革命組織だったんですね。分かりやすく言うと打倒資本主義みたいな、感じです。で、ところがですね、それまでの革命家というのは一般市民を不平等から解放するために大きな力に戦いを挑む勇者として、一部の人たちからは尊敬される存在でもあったわけなんですね。で、その革命を抱えた組織がですよ、一般市民を標的に無差別テロを行う、これはね、前代未聞だった。で、この日本赤軍が起こしたテルアビブでの無差別テロ、これが後のアラブ系武装組織の自爆テロの概念を作ったと言われているわけですね。それが、結局 9.11 にまでつながっていくということになるわけですね。で、この重信房子、これはね、自爆テロというとんでもない概念を生み出すきっかけを作った人物なんですね。で、その重信房子があと7年で刑期が満了するって知ってました？あと7年後にシャバに出てくるんですよ。で、その時74歳だそうですけどね、どんな姿で出てくるんでしょうか。で、話は戻りまして、この犯行グループなんですけども、このイスラエルで収監されている200人以上のパレスチナ人と岡本公三の解放、これを要求してきてるわけですよね。で、それを知ったイスラエル政府、これはね、西ドイツで人質となった、自国の選手を救出するために、軍の特殊部隊をミュンヘンの選手村に、送り込んだ。ところがこの西ドイツ政府は、西ドイツで起きた事件は西ドイツ警察が解決するって言い張りましてですね、イスラエル軍の特殊部隊の介入、これを拒否したんですね。で、そうこうしているうちにこの犯行グループは、この9人の人質を連れましてね、エジプトのカイロへ脱出するための飛行機とパイロットを要求してきた。で、これは西ドイツ警察にとってもこれ好都合だったわけですね。何が好都合だったかというと、飛行機を使うということは犯行グループを選手村から
空港に移動させることができますよね。でそこで、西ドイツ警察はある作戦を立てました。ヘリコプターで犯行グループと人質を空港に移動させている間に、空港にダミーの飛行機とダミーの飛行機を用意しましてね、機長とか副機長に扮した警察官を機内に、配備して、その他にも機内にたくさんの警察官を配備しておいて、犯行グループが乗り込んできたら確保という作戦を立てた。で、犯行グループと人質を乗せたヘリコプターが空港にやってきたわけなんですね。で、準備したダミーの飛行機のすぐ近くにヘリが降りたのですけども、その時に犯行グループがコックピットに人影がいない、誰もいない、この飛行機はダミーだっていうことがバレてしまったんですね。で、これね、後で分かったんですけども、コックピットと機内に待機しているはずの警察官、たくさんの警察官がいるはずだったんですけど、この警察官たちなんですけど、自動小銃を持ったテロリストと戦うのが怖くなってですね、直前に一人残らず全員逃げ出していたっていうことが後に分かったんですね。で、これ罠に気づいた犯行グループはね、人質に危害を加えることを恐れた西ドイツ警察、これヘリコプターがにこの狙いをつけてたわけですよね。狙撃手が待機してましたからね。で、ヘリコプターに攻撃を開始したわけなんですね、警察側が、西ドイツ警察が。で、このスナイパーたちが最初の攻撃で犯行グループ8人これを全員射殺するっていう作戦だったんですけど、これがねちょっと失敗しましてね、3人が生き残ってしまったんですね。でこの生き残った3人が、人質に手榴弾を投げたり銃を乱射したりしましてですね、結局人質9人、全員を殺害してしまったという最悪の結果になってしまったわけなんですね。でこの生き残った3人なんですけど、人質を殺害した後逃走を図った。で逃走を図るんですが、ほぼ無傷の状態でこの3人を確保することができたんですね。で池上さんが間違ってたのがここなんですね。で池上さんは犯行グループの8人が空港で全員射殺されたってテレビで言ってたんです。でこの3人を生きたまま逮捕したことが次なる負の連鎖を生むという、ここがね重要なポイントだったかために間違ってほしくなかったんですね。で、この逮捕された3人がこの後とんでもないことになっていくということなんですね。で、この犯行グループの生き残った3人、これ逮捕したんですが、その逮捕から2ヶ月後ですよ、ルフトハンザ航空の飛行機が黒い9月を名乗る、2人組の武装ゲリラにハイジャックされたんですね。で、なんと人質に取った犯行グループがね、人質に取った乗員乗客と交換に、このせっかく確保した3人、これがね解放されてしまったんですね。でこれ西ドイツ警察としては乗員乗客の命を優先するしかなかったっていうのもありますし、2ヶ月前にね、大失敗してるじゃないですか、人質を全員殺害されてしまったという、こともあったんで、こういうこの弱気になったんではないかっていう、そういう背景が、言われてますけどね。で、この解放された3人なんですけども、これ空輸で空輸されまして、ね、リビアに空輸されましてね、堂々とこれリビア入りしてるわけなんです、入国してるわけなんですよ。でこれ3人揃って記者会見まで開いてるわけなんですね、まるで英雄扱いですよね。11人の人質を殺害してるんですよ。で、この10人の選手と1人のコーチ、これ殺害されたイスラエル政府にしてみたらですね、この3人が解放されたっていうのはもうこれ屈辱以外何者でもないわけですよね。でこのコケにされたイスラエル政府は、次なる報復へと動き出していくということなんですね。ここから勝手な解釈をしていきますが、この背景にはかなり複雑なものがあります。
最初に言いましたけども、背景そのものを理解してほしいということじゃないんですね。ミュンヘンオリンピック事件の背景には宗教とイデオロギーが複雑に絡み合っているわけなんですが、この宗教にしても、イデオロギーにしても、絶対的に正しいというものは存在しません。だから揉めるわけなんですね。で、これ突き詰めていくと哲学になっていく、そういうジャンルになっていくわけですよね。これということは、これ答えがないということなんですよ。じゃあ答えがないなら考えてもしょうがないじゃないかということでもないわけなんですね。で、これ過去にはですね、オリンピックが、政治や戦争のプロパガンダに利用されることがたびたびあったわけなんですね。で、西側諸国と東側諸国で、オリンピックのボイコット合戦なんてこともありましたよね。だからこのようにオリンピックやスポーツが何らかのこの思想や権力に邪魔された時ですよ。なんでそうなったのか、ここを探っていただきたいと、そういうメッセージで取っていただければね、ありがたいなと思いますね。なんでかっていうとね、その日本がモスクワオリンピックボイコットになりましたけども、モスクワの代表になっていた日本の選手のことを考えるとですね、これ二度とあってはならないと思いませんか、ね、選手たちっていうのは何年もかけてトレーニングしてですね、やっとの思いで日本のトップに上り詰めて、ようやくオリンピックの切符をつかむも突然オリンピックに不参加、こんなことがあっていいのかと思いませんかね。人生を踏みにじられたような気持ちになったことでしょうね、当時の選手たちっていうのはね。本当に心中察すると悔しい思いが、します。だから大事なのはなぜそうなったのか、ここを探るということで、探っていくことで未来の選手たちを守ることがひょっとしたらできるかもしれない、ですからこの中でもミュンヘンオリンピック事件っていうのは、これ平和の祭典であるオリンピックにおいて絶対あってはならないと思うわけですね。この人種や宗教ですとか国籍や思想っていうんですかね、そういったものを超えてですね、純粋に競い合うスポーツ、これを邪魔するやつは一体誰なのか、なんで邪魔するんだと、恐れずにですね、探っていっていただきたいと思うわけなんですよね。背景を理解する必要はないですよ。なんで起きたのか、なんでそうなったのか、ここを探っていくことに意義があると思っております。はい。ところで、あなたの奥さん、なんでいつも怒ってるんでしょうね。次回もマニアックに攻めていきたいと思っております。チャンネル登録よろしくお願いいたします。